こんにちは、ハイジーです。今日はコメント欄の方にこのように巨大唐揚げのお弁当屋さんの情報をいただきましたので、元蓮沼駅に来ております。至って普通の街並みでございますが、この街に巨大唐揚げが潜んでいるのでございますね。どうやらこの細めの道の先にあるそうでございます。どうやらここのようですね。早速買ってみましょう。さあ無事に買えました。やっぱりお客さんもいっぱいいて、気づいたのはですね、いろんなメニューがあったんですけれども、みんなですね唐揚げばっかり買ってて、でさらに弁当じゃなくて唐揚げだけを3パックとか、そういう買い方してました。だからこれ相当唐揚げに期待が持てますね。さあいい感じの公園を見つけましたので食べていきましょう。一体どのくらいはみ出しているのでしょうか。では待て、やばい、重っ、マジでこれ過去最大級だ。やっぱこれはみ出しすぎでしょ。これ蓋が浮くとかいうレベルじゃない気がしますけども、どんなに締めようとしてももうこうだから、開けていきますとでかっ。これ完全に拳台だね。皆さん自分の拳を口に持っていってください。入りますか。入りませんよね。そういうことです。付け合わせもなんかちゃんと入ってますね今回。これすげえぞ。そんでご飯は、梅干しの入った日の丸弁当。では早速こちらですね。いやこれやばいぜ。さすがに口に入れるの難しいよね。一口で入んない、一口で入りきらずに残った分が普通の1個の唐揚げっていうくらいのサイズになってます。これすごいよ。で味はね結構濃いめで、ご飯が進むやつです。プリプリジューシー系ではないんですけれども、やっぱり柔らかくて衣サクサクで、まあ美味しい。あとはもうどんどん食べていくだけですね。どれもゴロッゴロだね。このご飯のパックも相当でかいはずなんですけれども、唐揚げ1個だけでこれご飯半分はいけるくらいのサイズですもんね。プリプリジューシーな部分もありますね。あ、これなんか場所によって違うのかな。で今唐揚げ3個しか食べてないんですけれども、もうご飯はこれしか余ってなくてですね、気分的にはもうお腹いっぱいだから、これ一旦持って帰ってまたお腹空いたら食べたいなって思うんですけれども、持ち帰るにしても蓋閉まんないから未だに。そんで衝撃の事実なんですけれども、ラスト1個になってもまだ閉まんない。